どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルインボーク、第2回駆逐が始まりました。今回特等なめんなということで、また S に初見で挑戦していきたいと思います。あ、待てこれ教習のパーティーになるんだっけか。そういや、どうだったかな。ちなみに昨日、あ、やべえ、これ2000以内入らないとまずいわと思って、あ、走り始めた。2800位ぐらいから夜中の2時ぐらいから走り始めたせいで寝るのが3時になりましたね。今日1日クソ眠かった。A は行ったんですよ。で、 A 行って、まあ普通に勝てたんで S も行けんじゃないのってことで行ってんですけど、あー、なるほど。ちょっと待てよ、ドイツは硬いんだろうな。で、とりあえず篠原はなんかクソ避けてくるんでうざいんで、こいつはスキルで殺します。あ、マジ、これ飛ぶかな。銃像で、あれ銃像特攻なんでね、飛ぶよね、さすがに。で、これで一回撃つんだけど、いいよ。いいね、スキル。足で持ち上げてくるん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 してるとこがスコ。いや、これさ、悠長かな、これ。ちょ、一回アモンのあれ貯めといた方が良かったかな。アモンからね、あの攻撃系のね、スキルなくしたんすよね。これまあ銃創3回撃てるんで、とりあえずあの篠原があれなら、篠原がかわさなければ。アモン貯めようかな。とりあえずアモン1回貯めるか。オッケーオッケー、避けなかったね、偉いねこいつ。これでやりーの2回使うか、シフト。いいよ。で、銃創貯める。え、銃創のスキルって変化するんだっけ。なんかいつも一発で死んじゃうから2発目撃つ前にあれなんだけど、なんて書いてた今。んどせーい、言うて火力はそんな出ないんでね。うぜえこいつマジで。ガードしすぎなんだよな。これ負けるんじゃなかろうか、これ。ちょっとね、アキラとアモンを要塞化してきてるんで、そうそう大丈夫だと思うけど。これどれぐらい入る？俺いつまで歌使ってんだろうな。なんか永遠に歌使ってるわ。なるほど。こんなもんなのか。せい！あー、行くんだね。なるほど。人で言うてこんなもんか。いや、バフ4位いないときついな。え、っていうかさ、アモンをさ、スキブかけてなくて、二刀流にしてるから、そういうことなんじゃないの？絶対そういうことでしょ。篠原やりてえな。おら！言うて9万。バフないと本当に沈活。この二人硬すぎんなあ。出血させとるとはいえさ、この二人硬すぎる。ちょ、マジやめてくれ、本当に。ちょ、お前、歌ばっかやめろよ、本当によ。なるほど。まあ、こいつら、次、アキラでね、まあ、ひるんで。クズは駆逐だ。思った、これ、有馬ゲーじゃね今気づいたけど、これさては有馬ゲーなのでは。まあいいや、こいつはまひってねえし、ほんでまひってねえしよ。さてはこれめっちゃガードするやんこいつ。え、どうしよう、こっち殴ろうかな。これでなんかピンチじゃない。さてはこれ有馬ゲーなのでは。やべ、入んね、全然。いやー、どうしようこれ。あー、迷うんだよな。でも篠原を叩きてえから、アモン光太郎、アモン光太郎、はい。多分ね、アモン次で切れると思うんだよね。9万渋すぎる。
バフかけないとこんなもんなのか。つかあれだわ、火力アップ要員がいないことに気づいた。これで歌をメタメタにされて、範囲歌だわこれ。歌サンドバック状態、本当にこいつら歌しかいかねえじゃん。マジ弱い者いじめ大好きマンじゃんこいつら。で勝ち筋があるとすればさ、あれじゃない、ここで歌を使ってどっちかをブレイク寸前まで持っていって、アキラにシフトさせて、アキラのスキルを貯めて、でアキラが2人ともまひらしてっていう状況を今後作れていければいけるんだろうけど、まあ、シフトたまんないから次のターンダメですね。1万7000何歩だったんだ今、わかんねえな。うんご、うんご、これはもっとあれだね、編成を考えないといけないね。アキラのとこを窓さんぐらいにしなきゃダメだな。アキラを窓クレオにして、アキラを窓クレオにしてどうすりゃいいんだその次、わかんねえ。つか前回も言ってなかったっけ俺、アキラいらねえここ窓クレオでいいじゃん、なんか前回も言った気がするわ。はい、というわけでS、いつもの通り初見で負けましたね。はい、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。